中国の副首相は新型コロナの毒性が弱まったなどとして対策の改善を指示しました。ゼロコロナ政策への抗議活動が相次ぐ中、事実上の方針転換につながる可能性もあります。コロナ対策を担当する孫春蘭副首相は30日、オミクロン株の毒性が弱まり、ワクチンの接種も進んだと指摘しました。その上で、中国は新たな状況と課題に直面していると述べ、感染対策の改善を指示しました。感染拡大に歯止めはかかっていませんが、対策の一部緩和がすでに始まっています。北京では在宅勤務をする人などについて連日の PCR 検査が不要になりました。抗議活動が相次ぐ中、ゼロコロナの看板は維持しつつ、厳しい対策を見直し、国民の不満を抑える狙いがありそうです。